ハルさんの中でルカとユキッチはどっちが評価高いですか？ああ、まあでもルカ・ドンチッチかな。いや、難しいね。俺あんまりそのタイプが違う選手を比べないんだよね。でもああ、でもユキッチなんかな。いやー、でもドンチッチな気がするな。別にドンチッチポストプレイができないわけじゃないからね。パス能力が同じだとして、じゃあどうやってパスを出すかっていうところが重要になるじゃん。っていうパス能力高くても、パスの出し方が、オプションの数が少ない選手って、別にそんなに、まあ、宝の持ち腐れというかさ、例えばドレイモンド・グリーンなんかもそうだよね。あんなにパス能力が高いけど、ただ結構限定されてるじゃん。パスの出し方っていうのは。トランジションとか、ショートロールからのパスとかさ。で、ヨキッチもパス能力めっちゃあって、そのパスを生かす術っていうのもかなり持ってるタイプの選手ではあるけど、でもそれよりもさらに、パスの能力を生かす術を知ってるのは、ルカ・ドンチッチな気もする。要はじゃあピックアンドロールでハンドラーになってパス出せるんですかっていうところは、まあヨキッチはそれができないし、じゃあドンチッチがポストプレイできないかって言われたら別にそんなことないわけだ。あのミカル・ブリッジス相手にもさ、ポスト挑んでさ、レイアップ決めまくってて。でもまあプライドで、モンティ・ウィリアムズもプライドでダブルチームなるべく行かないようにしてたけど、まああれダブルチーム行ってたらだからドンチッチにパスさばかれてっていうね。その能力をやっぱりモンティもこう認めてるからこそミカル一人に止めてほしかったっていう感じなんだろうけど。パスの質がまあ、ルカもヨキッチもお互い100っていう仮定で話してるけどね。いや、そもそもドンチッチよりもヨキッチの方がパス上手いですよって話だったら多分俺の話は響いてないんだろうけど。まあここをね100で仮定するんであれば、まあだからあとはその100をどっちの方が生かしきる能力があるのかっていうのを考えると、なんかドンチッチの気がするな。まあでもバスケってそれだけじゃないからね。じゃあディフェンスはとかさ、ね、体力はとかさ、フィジカルはとかさ、っていう話にもなるから。まああくまでパス、まあ2人ともね、何が武器って言ったらパスだからさ、そこを比べたときにまあ、もしかしたらドンチッチの方かもしれない。りょうさんスパチャリアズ、ドンチッチとヨキッチのスーパーバスケが見たすぎるんですか、どうでしょう。あ、でもどうなんだろうね。そのお互いさ、その100っていうパスの能力を求めてない感はあるけど、ドンチッチに自分が乗り移れたとして、俺今ドンチッチだとして、ヨキッチからすごい質のいいパスが飛んでくるんでしょ？いや、別にいらんけどねってなりそうじゃない？いや、なんなら俺にパス、あ、俺にボール持たせてって、俺がお前に100のパスしたるからっていう気持ちになりそう。お前なんか俺にいいパスして、なんかあんまりドヤらんといてみたいな。いや、俺がお前使うから。お互いがお互いでなんかすっごい質のいいパスを求めてない気がする。PJ タッカーとかダニー・グリーンとかはもう寸分の狂いもなくパス欲しいと思うんだよね、本当は。縫い目もピタって合うように。本当にクリス・ポールみたいなパスしてくれる人を多分求めてるからさ。そういう意味ではヨキッチとかドンチッチの100の能力のあるパスっていうのをまあ求めるんだろうけど。別にそれが50だろうが30だろうが。まあ、俺にボールが渡れば別にパスが悪かろうが何とでもできるぞ。あんま見たくないかもしれない。あんまり見たくない。そのコート上でなんか競い合いそうでね。俺の方がいいパス出せるぞ。いやいや、俺やろ。つって。どっちが100のパス出せるか勝負するか。って。そんなバスケは見とうない。性格的にヨキッチが、あー、わかるわ。確かにでも、そう言われたらヨキッチはなんか、あ、お前100で出せるんです。あ、じゃあ、楽だわ。任せる。任せるって言いそう。確かに。俺なんか、実はめんどくさかったよね。つって。本当はやりたくなかったんだけど、でもなんか俺が一番強いっぽいから、まあ、仕方なくパス出してたけど、お前パス出せるのねって。あ、じゃあ頼むわ。俺じゃあちょっと、デッドローで休憩してるから頑張って、言うて。ヨキッチはなんかそう言いそうな気がする。確かに。確かに。なんならベンチでコーラ飲んでそれな。え、俺出る必要なくね？言うて。あいつ頑張ってくれるっしょ？言うて。確かに。そんな見たくないけど。終わります。お疲れ様でした。